しょ。どうも、大谷美穂です。こんにちは。はい、2週間に1回ぐらい YouTube 上げようって言ってたんですけど、何しようかなと考えていて、このクレメント、グリーンバーグ批評選手、クレメント・グリーンバーグっていう人の批評選手を一節ずつ読んで、それの、感想というか、なんかそういうのをしばらく喋っていこうということにしました。ゼミ、丸猫堂ゼミっていうのをずっとやってたんですけど、やってたら参加したりやってたりしたんですけど、そういうイメージです。どういうイメージだ本を読んで、それはちゃんとレジュメって文章で書いて、ゼミだから一人でやるんじゃなくて、何人かで集まってレジュメ書いて発表して、あと喋るっていう感じだったんですけど、なんかその時の読み方をやってみようと、一人でやってみようと思って、レジュメちょっとね、今回思いついたのがギリギリやったので、レジュメまで書けてなくてノートに書き取った感じでなんですけど、レジュメも書けたらいいなとやってるうちに思い始めて、それで解説とまでは、解説するぐらいになれればいいんですけど、思ったこととかはどんな話だったっていうのを話すというのをしばらくやります。で、15章ぐらい落ちたの、それぐらいあるので、半年ぐらい次2回やっても半年ぐらいこれをやることになりそうです。最初なんでね、このなんでこれ選んだかっていう話をすると、クレメント・グリーンバーグっていう人すごいよく出てくるんですね。前回抽象表現主義の話を、したんですけども、まさにその抽象表現主義のアメリカの美術批評家で、そのことを批評として書いたっていう人なので、いわゆる大学の美術の教科書にも名前が出てくるし、抽象表現主義みたいなことを検索すると、ほぼほぼこの人の名前が出てくる。で、10年ぐらい前に読んだんですけど、読めなかったんです。分かんなかった。難しいなと思って、その時今もそんな簡単だとは思わないかったんですけど、だいぶ知識がついてきたので、読めた、読めた、なんとなく分かった、嬉しかったですねそんな難しい話じゃなかった。読めてしまうと、で、この人の、印象から言っても内容にざーっと入っていくかな。あんまり本が出てないんです、クレメント・グリーンバーグ。探しても出てくるのこれと、なんかウィキペディアにもう一冊出てくるんですけど、かなり古い本が出てきて、調べてもあんまり出てこない、日本語では。英語では、そこそこ出てくるんですけど、ちょっと取り寄せてないんで全部とかわかんないんですけど、多分あんまり本を書いた人ではなかった。長いなんていうか論みたいな、1冊2冊使ってっていうことをした人ではなくて、短い短評まではいかないのか、批評、これこの本でいくと長くて30ページぐらいかな、3、40ページぐらいがどうやら一番長い、でそういうものをたくさん書いた人なんじゃないかなと思います。ちょっと全部当たってないんですけど、批評英語で他に出てる本もどうやら選手集めて本にしたっていう形のものがいくつか出てきました。そういうスタイルで書いていった人で、
教科書とかで印象的に覚えてるのは、すごく批評でこう、あ、時代的には、第二次世界大戦前後ぐらいかな、なんですけど、批評でアメリカの美術を引っ張っていったっていう、感じの人です。今ね、批評どうなんだろうね。アメリカも多分 そんなにすごい人いないんじゃないか。日本もまあいないと思うんですけど、その批評が美術を作っていくみたいな風にはなってないと思うんですけど、まあそういうことの前世紀なのかな。まあそういうことがものすごく起こった、力を持ったっていう人だと思います。で、一番おそらく有名な、日本で一番有名な論考って言ったらいいのかな、が最初に載ってました。アバンギャルドとキッチュっていう、話というか、はい、アバンギャルドとキッチュっていうやつが今日読んだ文章です。で、この話をしていきたいと思います。まずこれいつの論文なのっていうとこからなんですけど、この人すごい長生きしたのかな。裏に93年の写真とか載ってますね。1993年。でもこれ書いた時は1939年です。まだ、ね、いわゆる戦争の前、戦争終わる前、そういう時代に書いたものです。はい。4節ぐらいからなるんですけど、ここから話したらいいのかな。最初に言ってるんですけど、なんか美術とかそういうことだけじゃなくて、なんか他のもっと重要なことについても、言及することになるだろう、アバンギャルドとキッチの分析はっていうようなことから始まってるんですけど、まあまさに、その通りのことを当然ながら、やっています。アバンギャルドとキッチュで、なんかっていうか言葉として、まあ、全体読んでからの印象なんです。アバンギャルドって、まあ、聞いたことはもう多分ある、まあ、普通になんとなくわかる言葉で、キッチはどうなんだろうと思って、私はなんか明るくなったり暗くなったりしちゃう。私は大学ぐらいまで知らなかったんですよ、キッチュ。美術の授業で習うまで。そんなに、すごい、聞く言葉ではない、じゃないかと思ってます。でも、アバンギャルドも、もう、なんていうか、日常的な言葉ではない。まあ、だからそうだったのかもわかんないですけど、まあ、そういう言葉だなと思いました。だから、言ってること自体っていうのは、割と、普遍性があることを言ってると思うんですけど、ただそのアバンギャルドっていう特殊な軍事用語、戦いとかを意味するような言葉っていうのがすごく、今とは違う、その時代に特殊かどうかわかんないんですけど、今とは違う状況があるんだなっていうことを匂わせるなと思いました。まあ、もうちょっと後でうまく言えるかな。で、全体的に言うと、アバンギャルドは何かっていう話をして、キッチュとは何かっていう話をして、まあその関係みたいなことに入っていきます。で、アバンギャルドって何っていうと、すごいざっくり言うと、やっぱり文化を更新していくようなことをするもの、ものというか、まあそうすること自体、だと。いうふうに言ってますね。動くみたいなことを言うんですけど、キッチはそれに対比されるので静止、動かないものとして話をしています。
アバンギャルドはなんていうか文化が停滞した時とか、なんていうか考え方が停滞してきた時にそれを突き進めて、前に押していくというようなイメージ、ざっくりとはそういうイメージで、まあ、多分普通にあるようなイメージなんじゃないかなと、思います。で、まあ、一つ言及しているのは、アバンギャルドってどういう人のものなのっていうか、どういう人とつながりがあるのって言ったら、それは支配階級って言ってて、また知識人、教養ある人で、そういう人からこう、お金をもらって、お金、まあ、お金でいいかな、まあ、理解とかお金とかをもらって、でやれていくようなもの。でもちょっとこの時代、あんまりそっかお金入ってこなくなっちゃったなみたいな状況はちょっとありますよっていう感じです。っていうのがざっくり第一節で言ってます。で、次キッチュ何ってなるんですけど、アバギャルドって軍事用語で前衛、まあ、前衛芸術とか言う、普通に言う前衛ですね。前走ってる。で、アバンギャルドがあればリアガードがあるんだよって、リアガード後衛で、まあまあキッズとは後衛であるみたいな話もちょっとだけ出てきます。で、ちょっと、まあ、この辺工業化とかと関係してグリーンバーグは話をするんですけど、まあ、その辺は、まあ、読んだらあるんですけど置いといていいかなと思っていて、キッチは何か、みたいなことをざっくり、グリーンバーグの言葉で言ったら、完全に成熟した文化的伝統を手近に入手できるのがキッチの条件だって言ってるんですね。これ なんかもうちょっと言い換えてみると、なんかもうなんていうか、そういうことを分かりきってるみたいな、文化的なことに対して、まあ、そういうのはアバンギャルド、過去のアバンギャルド前衛的な人たちが提示 してきた価値とかも、あるんですけど、そういうものをに新しい、外見を与えて、出すみたいなことを、しているものだ、ということをだと思います。また例で出てくるのが、まあ、いろいろ出てくるんですけど、ハリウッド映画とかも出てきて、ここをハリウッド映画でどう説明するかなって思うと、なんかなんていうかな、もうなんかこの、絶対泣くよねみたいなストーリーってあると思うんですけど、もう分かりきっている、そういうものを、キッチュだっていう風に、キッチュの、まあ、要素として言っていると思います。そうですね、もう分かりきったものを使って、まあ、自分でそのなんかこう文化的なものを中に入れていくんではなくて、分かりきったものに、を分かりやすく提示していく。で、だからその見た人もあんまりこうなんていうか、その知識、細かい何かの知識とか考えてじっくり見るとかいうことをしなくても、あ、分かったって思えるようなことがキッチュの要素としてあります。で、これも、まあ、って言ってしまえばいいのか。で、さっきアバンギャルドは知識階層と結びつくって、言ったんですけど、支配階級、グリーンバーグの言葉では支配階級とか、こっちは大衆と結びつきます。で、大衆ってまあこの時代的に特に言うと思うんですけど、勉強する暇とか、まあ余暇というか、そういうのを楽しむ余裕がないというか、で、そういういうところにいるので、まあ、いくらアバンギャルドを好きにさせようとしても、まあ、なかなか難しい。で、そういう人がまあ働いているから、ある種知識階級みたいなことも成立しているので、まあなんかちょっとそのアバンギャルドを
大衆に分からせるっていうのはちょっと難しいよねみたいな話がしてます。でキッチはあのもう一個ね、欺瞞的とか言葉がで、アダムクとかいう言葉を使うんですね、キッチュに対して。グリーンバーグはもうちょっと分かりにくいというか、またなんかこんな感じかなって思うのは、まあそのキッチュって私キッチュですってもちろん言わないんですよ。私安っぽい、まあ、分かるっちゃ分かるんですけど、そのから何かそのアバンギャルドというか高尚なものを得ているかのように、あの錯覚まま思わせるようなことをさせるというか、そういうのことを欺瞞とか欺きとかいうふうに言ってるんではないかと思います。そうあとこれ分かりやすいなと思ったんですけど、その農民とかをそのキッチを好きな、まあまあ無産階級とか、ね、勉強する暇がない人としてあげるんですけど、グリーンバーグは、まあ、そういう人たち、がなんでその喜ぶか、キッチを喜ぶかっていうと、すごく分かりやすい物語がキッチの中には入っていると、それを見つけて、喜ぶんだって、なんかすごい分かりやすい、過去にあった価値みたいな感じですね。なんかここを読んで思い浮かべたのはラッセンって、イルカとか水辺じゃないけど海とかの絵を、綺麗な絵を描く人がいるんですけど、ああいう感じちょっと思い浮かべますね。すごく分かりやすいある種のストーリーが入ったもの、ああいう感じです。でちょっとこれは注釈なんですけど、キッチュっていう、その後ちょっとウィキメディア見てたら、キッチュっていうこの見直しみたいなのが起こってますよ。グリーンバーグも国評みたいな感じ、なんかキッチュのいい、なんかいい面とか可愛らしい面とか、なぜか魅力的な面とか、そういうのは取り出してないと思います、この論考で。ただその言葉の後の変遷なのか、まあ元々持っていたのかはちょっと分かんないんですけど、そういうもの自体はまあ現状としてはあるんじゃないかなと思います。そういうことについてグリーンバーグはここでは触れないので、すごくいい面っていうのはないですが、まあ、現実的にはキッチュの魅力的な面とか、なんかどうしてもなんていうかな無視できない側面みたいなのはあるんじゃないかなと思います。これはグリーンこの本の言ってることじゃなくて、印象です、私の印象です。はい、まあ、そんなところがアバンギャルドとキッチュですね。で、次に行くんですけど、まあ、同じことを言うことになっちゃうな。キッチュは芸術の結果を模倣する、ここ分かりやすいなと思って、キッチュは芸術の結果を模倣するって言って、まあ、やっぱり分かっていることをもう芸術として提唱されたことを入れ込んでいく。で、これね、先にこっちがあるな。もしアバンギャルドが芸術の過程を模倣するとすれば、キッチュは芸術の結果を模倣する。で、もしアバンギャルドが芸術の過程を模倣するとすればっていうのは、なんか分かりにくかったんですけど、これは、読んでいて思ったのは、様式とかを模倣、その芸術がそのようになってきた、そのいう道のり自体のことを考慮に入れて先に進むという、そういう進展、やっぱここでも動きというか、そういうのをその中身の命中コンセプトで命中させようとしているもの自体を前から取ってくるんではなくて、そういうようになった様式とか、なんか動き自体全てを考慮して次に進むっていうような意味だと思います。で、キッチュは意味ではない、まあ、と思います。結果の方。もうこうですよ、こうですよ、これは悲しいですよ、これは嬉しいですよ、こうですよっていう方を模倣する。そういうものというふうに言っています。で、ここ第3節ぐらいに入ってるんですけど、もうここでズバッと言っ
言いますね。アバンギャルドは権力者とか教養人の側というかに近くて、キッチは搾取される貧者との方にあって、 それぐらいの距離がアバンギャルドとキッチの間、 なんかちょっと最初に似たようなもの、見た目としては両方絵だったり詩だったりするのに、それぐらい距離がありますよっていう、風に言ってます。で最後結論みたいな4章に入るんですけど、まあその、農民とか貧しい人はここではピカソとか挙げるんですけどね、アバンギャルド的なものを理解する理由もないし、余裕もないしエネルギーもないというふうに、で苦労せずに楽しめるキッチュっていうものを楽しむっていう、でここでまあナチスとかファシズムの傾向のある国っていうのがキッチュっていうのをこの国の、なんていうか文化として取り入れていくっていう話になっていくんですが、があるんですけど、それはなんでかっていうと、その例えば、誰だっけ、ヒトラーがキッチュが好きだからとかいう理由ではないっていうことを言ってます。それがある国の文化的な傾向だとし、キッチュを取り入れることがある国のに傾向として起こるとしたら、それは、大衆の傾向だから、そのまあいっぱいいる人のがそうだからそれを取り入れるんだよっていうふうに、ここでグリーンバーグが指摘しています。キッチュの奨励は全体主義の体制のその国民に取り入るって言って、でまあ全体主義だから全部一緒にガーって行った方がいい、だから大衆の側に行かないとそういうことにはならない、大衆引っ張っていくの、まあ、めちゃくちゃ大変っていう話を、そのアバンギャルドスの方に持っていくのはめちゃくちゃ大変っていう話をしているので、そういう風になります。で文化を大衆の水準に下げて大衆に迎合と しようとするのが、その支配階級というか、まあ権力者がやることです。だからそのなんか、まあ低いみたいなことを停滞している芸術ですね、キッチュっていうのを、支配権力者が国民に押し付けているのかっていうと、ちょっと、そうではなくて、国民がそれを望むから権力がそれを使うのだっていうようなことがこの、話の流れです。その辺がちょっと、まあ多分新しかったかな、そういうこと言ってるし、今であればね、なんとか結構いるんですけど、まあそう、権力者じゃなくって、もう大衆の方がそうなんだよっていうことを、言ってます。で、だから大衆の心をつかみたいか。すいません、ちょっと長くなって切れちゃいました。で、大衆の心をつかみたいから、その、キッチュの方を、権力として、採用していくっていうような話を、しています。だから例えばピカソすごい、ピカソすごい、みんな見ようみたいなことを国家が言ってるよりも、ハリウッドの映画すごいってみんな、なんかこれいいっていうようなことを国家が言ってる方が大衆受けがいいと、そういうようなことですね。ただこうピカソとかってもうここからね100年は経ってないけど100年近く経っているので、もう安定しちゃってるのでね、ちょっとイメージ分けにくいなと思ったんですけど、例えば今ピーター・ドイグ展やってる、ピーター・ドイグめっちゃいいって国家がなんか言ってるより、何かな、アニメいいとか、なんかそういうようなこと言ってる方が大衆受けがいいというか、そういうような話じゃないかなと思います。で
ただちょっと、まあ、そういう意味では今もそうだと思うんですけど、ここで最初にはヴァンギャルド前衛戦いが比喩だっていう話をしたんですけど、多分っていうか戦ってたと思うんですよ、ヴァンギャルドこの時点では。でグリーンバーグはこれはなんていうか、そのキッチがものすごく出てくるみたいなことは、この時代以前にあったんだろうかみたいなもん、問いがあって、まあ、ずっとそうだったみたいなことは、は確信がないようなんですね、どうやら。でだからそのアバンギャルドはこれなんとかしようっていうふうに戦いをしていた、でという状況ですね。でそういうことを考えたら今と違うなと思って、ヴァンギャルド自体がやってる芸術を前に進めるというか、そのなかったものについて考えるというかやっていくみたいなことは今の現代芸術もそうだと思うんですけど、現代芸術ってもうなんか戦ってる感じはしないなと思って、そういうふうに状況が、それが何っていうのちょっと今パッと言えないんですけど、状況はもう戦うものが なくなってしまったというか、どこ戦いという感じでやっていないというか、戦うのがいいのかはちょっと分かんないんですけど、まあまあもし、まあ、結構押された感じもしないではないなというふうに現状をとしては思います。はい、そんなところかな。リアガードって光栄っていう風に出てきたんですけど、キッチュがリアガードっていう風に、出てきてたんですけど、もう前衛と光栄があったら一緒に戦ってるはずなんですけど、リアガードに抜かれたというか、そういうイメージ印象がちょっとありますね。あります。はい、以上です。ちょっとはい初めてですが、アバンギャルドとキッチを読んで、こういうことを考えました。前段も長かったので長くなっちゃいましたが、まあ、ちょっと考えながらやっていきたいと思います。じゃあ